はい、片道ちゃんです。今回はビルダーズ2でルーファクトリーの世界を再現するアルバーナ編です。アルバーナはルーファクトリー2の街です。海上都市と言われているので、ビルダーズ2では空っぽ島の港に作りました。で、2はプレイ人口が少なめだと思うので、ストーリーや仕様についても補足しながら紹介していきたいと思います。ってことで、船着き場から紹介していきたいと思います。今回は前回紹介したルーファクトリー3の時と変えてオンラインモードにしてます。なのでちょこちょこ住民を設置してるんですけど、その都度話しかけていきたいと思います。早速ここにいるのはアリシアちゃんです。この子は私の印象はもう天気お姉さんってことしか覚えてないです。次はビビアージュ公園に向かいます。ここには依頼の掲示板があります。ぐるっと回ってこんな感じで作ってます。では東地区から紹介していきたいと思います。まずはゲームと同じ角度で隅まで走っていきたいと思います。アルバーナ病院、雑貨屋パンプキン、温泉ウィズダム、鍛冶屋スチームです。では鍛冶屋スチームから入っていきたいと思います。右側にはね、火事場が置いてあります。ここにいるのはターニャさんです。この人自称火事スキル99レベルらしいんですけど、私が2のデータ見てみると99ってほんとすごいなと思って、私は31レベルでした。では次は温泉ウィズダム入っていきたいと思います。正面に階段があって、右が男湯、左が女湯です。ここにジュリアちゃんがいて店番しています。この子が立ち絵で白目むくのがあったと思うんですけど、私このその顔を見てびっくりした思い出があります。東地区から牧場へ続く道が私が今回作った中で一番のお気に入りポイントになります。次は雑貨屋パンプキン入っていきたいと思います。今回は全体的に内装より外装にこだわって作っているので、内装がこじんまりしています。ここにはマナのお父さんのダグラスがいます。めんどくさい人だなって思ってた気がします。次はアルバーナ病院です。入っていきます。右側にはナタリーさん、服装がめっちゃおんぼろになっちゃったこれナタリーさん、2を作るために久しぶりに2を遊んだりしたんですけど、魔法ポット系はゼルダの空き缶みたいに持ってる瓶の数しか、ポットの数しか持てない仕様だったんだなっていうことを思い出しました。今だととりあえずたくさん作っといて困った時回復簡単にできちゃったのに、この時は大変だったんだなって感じました。左側にいるのはレイです。この人私最初見た時絶対女の子だって思いました。病院は以上です。それでは次は西地区に行きたいと思います。ビビアージュ邸、宿屋スワロー、アルバーナ教会、町長宅です。では町長宅から入っていきたいと思います。ここには落とし物掲示板があります。2は3や4と違って持ち上げたものを
投げると消えてしまう仕様なので、久しぶりに2で遊ぶとポイッとしちゃうなって思います。で、ここには町長のブライさんがいます。次はアルバーナ教会です。中はですね、奥行きが今回足りていません。で、ここで2についての話になるんですけど、ルーンファクトリー2は攻略ヒロインには全員じゃないんですけどライバルがいました。で、主人公が誰とも結婚しない進めていくと、ヒロインがライバルキャラと結婚してしまいます。この教会で結婚式を行うんですけど、もしその結婚式でヒロインのハートが10あると、結婚式中に主人公が略奪することができるんですよね。とんでも仕様だと思いました。でもルーンファクトリーは牧場物語と違ってストーリーあるし、そんなに時間をかけてまで待ってられなかったので、私は他の結婚式とか見たことないです。ここにいるのはゴードーさんです。次はヤドヤスワローです。ここの主人であるエンドールさんなんですけど、話しかけると泊まっていくかいって言われます。でも自分の家があるし、この宿屋ってあんまり来なかった気がします。ちなみにエンドールさんはエルフで、年齢としては200歳くらいあるらしいです。次はビビアージュ邸です。入り口にはセシリアがいます。で、左側に登っていくとマックス、なんかこいつの動きもマックスっぽいそして一番上にヘリチャコスがいます。で、ここの右側の子がロザリンドちゃんです。で、私はロザリンドを2の時に選びました。仲良くなればなるほどロザリンドって心を開いてくれるんで、それが良くて選びました。でもさっき教会で話した通り、ヒロインにはライバルキャラがいて、ロザリンドも本来は病院にいたレイとくっつくんですよね。で、カエルがロザリンドと結婚するとレイがどうなるかっていうと、そのキャラクターのところに行ってまた説明したいと思います。それでは全体の外観見ていきたいと思います。町長宅、教会、宿屋、ビビアージュ邸、広場、病院、雑貨屋、温泉、鍛冶屋です。機体が映ってる設定資料集と比較していきたいと思います。全体はこんな感じです。ではビビアージュ公園から北広場に向かいます。ここの道がゲームと設定資料でどうしても合わなかったです。設定資料では森みたいになってて、ゲームではもうすぐ行き止まりになってました。今回は左右につながる牧場と学校の位置関係から設定資料を参考にして作ってるので森っぽくなってます。で、上まで登ると3つに道が分岐してます。右が牧場に続く道で、左が学校へ続く道です。正面はダンジョンに続く道なんですけど、今回は封鎖してやってます。で、そしてここの正面にいるのが行商人の東の国から来たユエって言います。で、このユエがそのライバルと結婚することになります。なので私がロザリンドと結婚した時、レイはユエと結婚するんです。で、そしてメインヒロインであるマナはもうおそらく天涯独身で、私はこれに違和感を感じて、一通りロザリンドとの新婚気分を味わってからデータやり直してマナと結婚することにしました。はい、次は左に行って学校に行きたいと思います。まずは教室からです。ここにいるのはムーとスーです。この2人はロザリンドが産んだ双子ちゃんになります。2ではリブにカエルとマナと、それ以外のヒロインとライバルカップルの子供が生まれて、
カイルが言い出して学校を建てることになります。先生、ここにいるのはマナです。で、もう一人の先生が4のゲストにいたバレットになります。学校の右側は多目的室になってます。ビルダーズで物を作る必要な設備の必要なものをこの多目的室のレイアウトを意識しながらそれっぽくいろいろ置いてみました。それから一番左側は図書館です。ここの机にはちゃんとすごろくも置いてます。それからここのこの本はあれです。でですね、学校の右側にはちゃんと小池も置いておきました。では学校の外観見てもらいたいと思います。外観はこんな感じに作りました。で、この設定資料のこっち側の景色お気に入りです。では北広場の右側に向かっていきたいと思います。これは飼育小屋です。中は、とっても狭いんですけど、ちゃんとゲーム通りエレベーター作ってみました。で、ここは地下28階っていうことで、で、全然めっちゃ低いんですけど、これ穴の設定です。これはダンジョンに続く穴です。次は屋上です。外観はこんな感じになってます。これは出荷箱で、これは水くみ場の設定です。ここに作った畑の大きさなんですけど、ゲームと同じサイズで作ってます。部屋に入りたいと思います。ここにいるのはカイルくんです。ってことで、これはカイルの最後のシーンのセリフになります。はい、これで2の再現した街並み紹介は終わります。あとはルーファクトリーフロンティアと4の再現ができたらいいかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございます。再現がすごいなとか、次の再現見たいなとか思っていただけましたら、コメントとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。